お、ハートやん。あゆな。ちょっと待って、格好。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ちょっと来てもらえますか？ほいほい。あ、そっか、子供か。実は生まれた生まれた。赤ちゃん生まれました。ふんふん。男の子と女の子、どっちだったら嬉しいですか？どっちでも嬉しいです。女の子でした。おお、女の子。イメージ通りでしたか？ふんふんふん。イメージ通り。どんな子に育ってほしいですか？まあ自然に任せましょう。二人で名前も考えたのですが、みなこにしようと思います。おお、もうどっちの名前も関係ないよね。みなこちゃん、普通にいいんじゃないかな。みなこも大切に。でも最近そういう名前あんま聞かんよね。温かく見守ってやってください。なんか最近ってさ、ちょっと前までなんかキラキラネームみたいな言われよったやつがさ、どんどんなんかなんていうん、通常な感じになってこん。あのなんか地元のさ、なんかちょっと薄い新聞みたいなのあるやん。ああいうのとかにもさ、なんか我が家の天使的なやつ、なんか赤ちゃんのさ写真とか名前とか載っとるけど、全体的になんかねえ、パッと見て漢字読めんもんね。で、読み仮名見てやっと、あ、そう読むんやみたいな、そういう名前が普通になってきとる気がする。はい、チャーリーさん、喧嘩ではなさそうか？喧嘩しとるときってさ、人が部屋に訪ねてきたりとかある？あるんかな？わからん。あんまりなんかプンプンなっとるときにない気がするんよね。メガネに恋人がいたら、お、紹介や。思うのですが、うんうんうん、いいと思います。どう思いますか？なんかさっちゃん、前も誰か紹介されてなかった？いいと思うよ。それでは、2人も合わせてみる。みんななんかさっちゃんに恋人を作ろう作ろうと。でもシャンプーハットかぶってきとるけんな、デートに。どうよ。いやでも楽しそうだな。なんかね、相手がデートにシャンプーハットかぶってきとったらちょっと、すっと知らんふりして引き返したくなる気がするけど。でも楽しそうやね。どう？あ、スンとなった。メリーゴーランドで一体何があった？そこまでは楽しそうやったな。なんか急に冷静になったぞ。今日はありがとう。こちらこそありがとう。うんうん。まぁ、あ、ちょっとダメやったっぽいね。今回もダメだったか。また新たなカップル誕生ってなるかと思ったのに。あ、でも友達から、なるほどなるほど。これ、まずは友達から始めるようです。で、進展したところってあるのか？いまいちわからないんだけども。嫌いな人からの誘いでも。え、それは OK するってこと？ OK はさすがにないな。笑顔で交わすこととかならありそうやけど。はい、そして。おーっと。一組は喧嘩あったか。ミントさん、入ります。どうしたどうした。ふんふん。ユタさん、仲直りしてくださいまし。ちょっと鉱物系が何もないけんね。グレープフルーツ。どうぞ。苦さでちょっと冷静になるかもしれん。どうすか。すごく美味しかった。お、よかったよかった。うんうん。いってらっしゃい。昔は全く食べれんかったけどさ、最近はもうなんかグレープフルーツのゼリーとかならいける。グレープフルーツそのものとかはいかんけど、まず買うことないよね、グレープフルーツって。柑橘系って大体、みかんとかしか、いよかんとか。ごめんなさい。あ、よかった。ダメかと思った。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ、よかったよかった。実用品、お風呂セットをもらいました。
ありがとう。平凡でいれば幸せです。まあ、平凡が一番よね。なんか、若ければ若いほど、多少なんかハラハラした方が楽しいとかありそうやけど、たまにはね。はい、ゼロさん入ります。なんなの、シャンプーハット流行ってるの？あ、もしかして、アユナのそっくりさん？そんなにお久しぶりでしたっけ？どうも。何か甘いものが食べたいです。ふんふん、甘いもの。定期的に食べたくなるよね。なんか昔ほどさ、がっつり常に甘いものが食べたいわけではなくなってきたんやけど、はい、スイートポテトどうぞ。いただきます。まあ、もともとね、しょっぱいもの好きやったんやけど、なんか、ね、どんどん甘いものよりしょっぱいもの派になってきよる気がする。で、たまーにチョコみたいな。それじゃあ、そう、甘いものでもね、あんまりなんかこう、もったりしたというか、はい、タイダイ T シャツどうぞ。濃厚みたいな感じのあんま食べになったね。いい感じ、いい感じ。私からのお返しです。お宝、銀貨をもらいました。ありがとう。毎日寝る時間がだいたい決まっています。そういうのね、なんか、習慣は大事やと思う。あんまり不規則でもね、よろしくないよね。ほい、ライキちゃん、入ります。ライキたちに興味そんなことないっすよ。あ、めちゃくちゃ久しぶりやっけ。お久しぶりです。ミステリーと友達になりたいです。いいと思います。紹介するよ。どんな話をすれば仲良くなれそうですか？どんな話？頭を使う話とか？アドバイスなんか好きそうじゃない？では、ちょっとなんかややこしい感じの話好きそうじゃない？仲良くなれるかな？このケーキの帽子かわいいよね。めちゃくちゃ重いんやけど。現実で被りたいかと言われると被りたくないけど。お、慣れた慣れた友達。やったね。うまくいきました。いいね。めちゃくちゃワクワクしとる。おかげで友達になれました。よかったよかった。お礼にこれもあげます。実用品、催眠術セットをもらいました。ありがとう。アスユキとは、子供の頃から、ずっと友達だったような気がします。大人になってから友達ってなかなかできんよね。なんか学生のうちだけな感じがする。初雪さんどこ？え、初雪さんどこ？え、おらんくない？え、おらんくない？おる？初雪さんよね。え、おらんけど。そんなに下の方？ここやん。まあ楽しい。まあ楽しいぐらいで、その感じ。もっと上に友達いっぱいおったよ、今。なるほどね。お？ハートやん。あゆな。ね、ちょっと待って、格好。キノコ。子供や子供。何気にさ、ここって、子供、え？何人目？今までおった？え？おったっけ？わからん。いいんじゃないかな。うん。え？おったっけな？いや、アスマはなんかいっぱい子供おるなって思ったけど、ああいうのはあんまりイメージないんよね。とりあえず帽子変えようや。帽子、いや、シャンプーハット。じゃ、流行りんのろ。結局おかしいけど。でも結構これよりマシやろ。ほらほら。ね。まだ髪の毛も出てきたし。お宝、金貨をもらいました。ありがとう。なんでしょう。実用品、毛染めスプレーをもらいました。ありがとう。私もそろそろちょっと髪の毛を染め直したいなって思ったよね。ちょっとプリンになってきたけん。枝豆。どうぞ。いただきます。はいはい。
まあまあ美味しかったようです。そう、豆系嫌いな私でもね、枝豆は食べれるんすよ。美味しい。とりあえず美味しい。いや、おっさんみたいやけどさ、昔から好きなんよね。はい、ソタンさん、入ります。一緒に遊びませんか？そっか、結婚して身長伸びたんよね。なんかちっちゃいイメージがあったもん、ソタンさん。はい、遊びましょう、遊びましょう。食べ物お宝モザイククイズ。モザイクがかかってるアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？はい、スタートー。第1問。ででん。ニンニク。答えは、ニンニクでした。イエーイ。第2問。ででん。アイスクリーム。答えは、アイスクリームでした。よし。サーティワン食べたい、サーティワン。引っ越してから家の近くにサーティワンないけんさ、前の家近くあったのに。婚約指輪。答えは、イエーイ。いいね。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。じゃあ一番大きいので。お宝、木彫りの熊をもらいました。ありがとう。唐揚げに見えるやつやね。金曜日、今日頑張れば、明日、明後日休みやけんってこと？全然休みじゃないんだが。はい、サザエのつぼ焼き、どうぞ。いただきます。ゆっくりだな。どうすか？美味しい？結構美味しかった。よかったよかった。あの若干の苦味もまあいいよね。はい、それじゃあ、そろそろ、みんなに。おぉ、なに？あれか。すみません。あやす時間が来たか。どうしても、みなこちゃん。うわぁ、泣いてるよ、みなこちゃん。助けてくれませんか？子守を引き受けましょう。ありがとうございます。みなこ、あゆなのとっくりさんだよ。だよー。泣き止んでおくれー。あー、ま、おっと？どうよ。最近これ全然うまくいかんのよね。ねえ。最近やばいぐらいなんか誰も泣き止んでくれんのよね。どうよ。もうちょい早めに。いやでもそれはね、なんかあれなんよね。親に怒られるんよね。頑張りますよ。ゆーっくりしたらさ、なんかそんなに動きが反映されないっていう。ねえ、最近どうした？マジでみじんも泣き止んでくれんのよね。なんなん？何が違うの？いや、そもそもさ、こんななんか、腕を伸ばしてさ、なんか手のひらだけで赤ちゃん支えるとか絶対ないやろ。確実にないやろ。抱っこの仕方よ。あ、諦めます。実用品オルゴールをもらいました。でも子供あやすやつはね、ちょいマジでさ、あ、え？なんかハート出てない？気のせいかな。今出とった気がした。出とった気がしたよ、ほら。はい、来たー、いったくん。どうもどうも。子供ですね。またちょっと子供ラッシュがやってきそうな。僕とレイヤールの間に子供がいたら、と想像したりします。うんうん、いいと思います。ですよね。レベルアップ。それじゃあ服で、車の T シャツ。どうぞ。服、車の T シャツをプレゼントしました。いつもありがとうございます。いえいえ。僕からのお返しです。ありがとう。お宝、金貨をもらいました。ありがとう。お礼にこれもあげます。実用品、オルゴールをもらいました。めちゃくちゃくれる。なんだかんだ言って、結婚生活って、いいものですね。結婚してで、ずいぶん経つ気がするけど、でもまだそういう風に思えるのはいいことだ。はい、カレーパンどうぞ。いただきます。はいはい。
出すか。うわ、なに、ダメだった。苦手だった。マジか。これで苦手、超苦手出たね。カレーパン、グラタン。でもなんか一般的にはね、好きな人が多そうなものやけど、二つとも。私もカレーパン好きじゃないけど。なんか前、だいぶ前にあったさ、ファミマにあったなんていうん。中にご飯も一緒に入ったカレーパンが好きやったんやけどな。あれなら食べれた。はい、それじゃあ募金を募ります。さあみんなじゃんじゃん入れてってください。今日は 27,090 円集まりました。ありがとう。そして、ミーニュース見てこう。5時になりました。ミーニュースをお伝えします。お願いします。今日は視聴者の方から送られてきたムービーを紹介します。いつどこで募集をしてるんだ。私から送られてきたムービーは、僕の考えたかっちょいい決めポーズを見てくださいとメッセージがついていました。かっちょいい。それではご覧ください。そっか、ムービーやもんね。動くんや。終わったんかと思った。終わりです。お、終わったのね。なるほど。てか、そこはどこなんだい？場所は一体どこなんだい？それは心配です。おー、どういう心配？それはわかるよ。はい。こじのみーニュース。LINE がお伝えしました。ニュースではないよね。まあ、なんか地元の情報番組とかではそういうコーナーはありそうやけど。お、夜一、福袋買っとこう。お客さん、運試ししてみない？買っていきましょう。いらっしゃい。5000円。はい。毎度あり。福袋を買いました。一つ目の中身は、服、ガーゼのワンピースが入っていました。これはいい。二つ目の中身は、お、帽子、太いしましまニット帽が入っていました。お、いいやん、いいやん。かわいいセット。三つ目の中身は、帽子、フルフェイスヘルメットが入っていました。急にかっこいい系来たね。まあ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 。でも全体的に別に外れではない感じ。まあでも、最初の二つでね、あ、女の子系かなって思ったら急になんかかっこいいの来たけんな。ちょっと系統は違うけど。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、次回はあれか、子供が二人生まれて、アユナにも子供が、今までおったんかな？なんか、私の記憶的にはおらんのやけど、もしや初？